んにちは、ゆうこです。ひでです。いつも助走がやばい。やばいっす、はいはい。じゃあ今日も、はい、あのひでコーチのレッスンを受けたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は、はい、ロングレシーブ、あれですか、スマッシュとか、スマッシュとか、はい、スペッシュとか、はい、で大きい、はい、そう、はい、まあ、レッスンでも実際結構言われるんですけど、はいはいはい、特に女性の方、そうですね、はい、レディースさん、レディースさん、そのうちの時に結構奥まで伸ばせないとか、はい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 、でも私も結構やっぱどんどん速くなって、そうですね、そうですね、はい、あのやっぱだんだん余裕なくなって、はい、奥まで返せないなっていうのが、そうですね、それはそう思います僕、はい。差し込まれて差し込まれてってなるのはきついですよね。あーってなっちゃうんで、はいはいはい、ぜひ教えてほしいなと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。やらせみたいになってる。やらせてやる、マジで。え、マジで止まらない。はい、どうも、はい、はい、あ、OKOKOK。どうですか、飛ばないですか。いつもの感じです、これが。速くなってくると、はい、もうだんだんこんな感じです、ね、間に合わないし、はい、ちょっと端っこ、はい、この辺とか来るともうなんかこうやって撮ってる気がします。あ、そうです、距離感がやっぱり、はい、難しいですよね。難しいです。はい、そこで、はい、まずは、はい、僕もやっぱりなんか楽しく練習をしてほしいんですよ。あ、ラケットまず置いてもらいます。あ、ラケットなし、ラケットなしです。シャトルを投げて、はい、シャトルキャッチっていうところから始めます。どうしても今シャトル来た球に対して、はい、全部同じ動き、体が、あ、そうです、ね、おっしゃってます、はい、なので来たところに対してしっかり入る、来た球に対してしっかり入るというイメージを持ってほしいです、はい、なのでシャトルを胸の前で、はい、あ、シャトルじゃない、手を胸の前で構えてもらって、はい、シャトルをそこで胸の前から動かさずにキャッチしてもらいます、はい、なので来た球に対して体を入れる、はい、体を入れるというイメージですね、はい、をまずつけてほしいです、はい、足はどうしたらいいですか。足もしっかり入れていきましょう。動いていいです。わかりました。はい、じゃあいきましょう、はい、そうです、ナイス。これどうします？あ、それ前に投げてください。はい、いきます、はい、はい、はい、ナイス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 、いいですよ、体入れる、体入れる、はい、あ、ナイス、今のいいですね、最後ぐらいしっかり踏み込んで、あ、じゃあ結構ですね、はい、いけたらいいかなって思います。もう一回いきます。はい、結構、いきます、はい、ナイス、はい、スピード上げますよ、はい、遠くならない、遠くならない、はい、はい、しっかり胸の前で、胸の前で、はい、ナイス、はい、はい、ナイス、はい、はい、ナイス、はい、あ、遠くならない、はい、あー、OK です、 OK です。これやっぱり、はい、シャトルをしっかり足と体で迎えに行ってあげるっていうイメージ、はい、これ足が結構きますね。きますね。レシーブってやっぱりこう構えるじゃないですか、はい、でそっからみんなやっぱ同じ動きをしちゃう方が結局多いんです。こう遠く来た球に対してもこう、はい、近くに来た球に対してもこうっていう動きをやっぱしちゃう方が多いので、それだとやっぱり同じ振りじゃないじゃないですか。確かに。なのでやっぱこう横に振ったり縦に振ったり、なのでやっぱ飛ばない、あ、でも当たったみたいな時もあるんだろうし、あ、はい、あ、飛んだみたいな時も確かにあるんですよ、はい、それでも、はい、みんな絶対記憶にあるはずですそうです、一番自分が打ちやすいところに来たらそれは飛ぶんです、はい、その打ち方してれば、だからそれが毎回できたらいいですよねってことです。あ、なるほど。じゃあ上手い人がこうたまに、はい、結構こうなんか楽そうにこうやってずっと返してるように見えるじゃないですか。あ、オールロングみたいな、はい、はい、あれは実はちょっと動いてる、ちょっと動いてます、絶対に、絶対に自分の打ちやすいところで捉えてます。あ、そうなんだ、はい、なるほど。じゃないと、じゃあ本日はここに来た球を楽に返せるかって言うと返せないわけですよ、はい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 、でもそれをしっかり体を避けたりとか、しっかり自分の打ちたいところで打てるように工夫してるから楽に飛ばせてる、はい、なるほど、はい、なのでこれはしっかり体を入れるイメージで、はい、行きたいと思います、はい、次行きましょう、はい、ラケット持ってください。はい、ラケット。次はラケットです。はい、の、ゆうこさんの真似します。はい。はい。ここから、こう。ああ、はい。わかりますか？体を、
こう上に使っちゃってます、はい、なんか悪いことじゃないと思います、別に言われます、ヒデに、はい、別に悪いことではないと思うんですけど、はい、結局上に使っちゃったらシャトルがこう落ちてくるように見えちゃうんですね。体が上がっちゃうとシャトルがここにあったとして、こう全然違うところにあるように見えちゃうので、一瞬そのことって変わるのか、はい、で、当たりにづらくなっちゃいます、まず一つ。でもまあ、慣れって言ったらそれまでなんですけど、でもそこでまずここのブレが出ちゃうっていうのが一つと、やっぱ上に体を使っちゃうと、この上にしかやっぱシャトルが飛んでいかないんですよ。ここになっちゃうね。そうなんです、そうなんです。なのでそれを今また一緒なんですけど、前に伝えてほしいです、シャトルに対して。こうやっちゃダメですよ。そうです、そうです。上がらない、上がらない、絶対に上げちゃダメです、レシーブの時。はい、もう上がるのはもうここら辺に来て、はい、もうギリギリの時の球ぐらいです。はい、上げれない。そしたら上げれないです。ロング打てないってことですか。はい、はい、なので大きく返そうと思ったら絶対に上に上がっちゃダメです。下から、はい、下から前に出す。はい。あ、クソオーアウトになりました。すごい。なんであんな飛ぶの。本当に力なんて入れないですね。へー。そこから前に出す。すごい。そこから前に出すっていうイメージを持って、まずは一回やってみましょう。はいはい、はい、こう、そうです、そうです、こう、そうそう、上がんない、上がんない、はい、そう、前に前に、もっと前に、はい、あ、そうです、そうです、はい、前に、あ、それぐらい、それぐらい、はい、あ、イメージいいです、いいです、はい、それぐらい、それぐらい、はい、オッケー、オッケー、それぐらい、はい、はい、ラスト、はい、あ、オッケー、オッケー、オッケー、こう、そうです、そうです、こう、そうそう、上がんない、上がんない、はい、そう、前に前に、もっと前に、あ、そうです、そうです、はい、あ、それぐらい、それぐらい、あ、イメージいいです、いいです、それぐらい、それぐらい、オッケー、それぐらい、はい、ラスト、あ、オッケー、オッケー、オッケー。でも当たってる時は、はい、しっかりそれで、めっちゃ上がりたくなるって思いました今ですね、はい、でも全然我慢できて、下で下でってできてる時は気づきました。全然いい感じに飛んでると思います。はい、で、2つ目、はい、のポイント、はい、今、振る時に、はい、こう横に出ちゃってます。どうしても遠い時に余計ですね。はい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 、なので、全部こう遠いときは左から右に飛んじゃってます、はい、あ、はい、こうですね、はい、そういう振りになっちゃってるので、確かに、やっぱそれだと、なんていうんだ、それで奥までしっかり飛んでるならいいんですけど、やっぱ斜めに力が加わっちゃうので、はいはい、ちょっとそういうときだけ飛んでない。クリアと一緒だ。そうです、まっすぐ飛んでるときは飛んでます、奥は。なるほど。だけど、はい、やっぱ結局こういう振りになっちゃうと、はい、斜めに力が触っちゃうので飛ばないので、そこをまっすぐ、スタートの位置で、ここからまっすぐ出すだけです。はい、こうやらず、まっすぐ、はい、すぐ伝えてあげます、力を。 OK ですか。はい、その意識で、まっすぐ、はい、もう一回いきます。はい、はい、まっすぐ、そう、ナイス、まっすぐ、ナイス、まっすぐ、ナイス、まっすぐ、ナイス、あ、いいです、いいですよ。はい、はい、ぶらまいます、まっすぐ出す、はい、はい、ナイス、はい、ナイス、はい、はい、あー、ナイス、そう、ナイス、いい感じです。肘を前に出すイメージ。そうですね、肘というか、はい、もう全体を、はいはい、前に押してあげる、体全体で押してあげるイメージ。いや、だから力入れようとすると振りたくなっちゃうんですね。そうですね、で、結局力入れて振っちゃうとやっぱ当たんない、はい、一緒ですね、はい、こう力、無駄に力が入るとやっぱ振れちゃう、やっちゃう、はい、斜めに飛んじゃうし、はい、まあ難しいです、はい、力で来た球を力で返そうとしたら難しいです。なので、はいはい、それに対してしっかり自分で、はい、その方が力入れなくていいかもしれない、はい、まっすぐ、入れれない、入れれない、意外とまっすぐは入れれない。本当ですか。けど飛ぶなって感じです。そうです、はい、体の使い方次第で、はい、もうめちゃくちゃ飛ぶんで、はい、まっすぐ出してあげる、はい、すごい打ちやすいです。はい、大事だと思う。ラスト、最初のやつです。はい、一緒で、はい、じゃあ今日の集大成を、集大成を見せてください。いきます、はい、はい、やばい、あ、上がんない、はい、あ、そう、もう、あ、いいです、いいでしょ、はい、上がんない、上がんない、前に、前に、はい、前に、ナイス、ラスト、前に、あ、オッケー、オッケー、はい、やばい、あ、上がんない、はい、あ、そう、もう、あ、いいです、いいでしょ、はい、上がんない、上がんない、前に、前に、ナイス、ラスト、はい、あ、オッケー、はい、やばい、は
ど、全然違います、最初と。さすがに、はい、よかった。オッケーです、よかったです。でも最初が上がんなかった、上がりました。ちょっと上がりました。どうしてもまだこういう斜めに上がっちゃう癖がまだあるので、はいはい、そこだけ気をつけて。わかりました。ここはちょっと要練習ポイント、はい、でも最後の1球とかしっかりこうまっすぐいけた感じありました、はい、ありました。あ、なら、はい、しかも飛びました。いけた、飛びました。あそこまで OK です。ならそれを僕は実践していってほしいなって思います。はい、練習します。はい、皆さんもね、チェックポイントになります。なんか飛ばない人に見た時に、はい、だなと思ったので、はい、ぜひやってみてください。はい、今日はありがとうございました。